皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ピクセル画廊です。今回描きますのはスーパーマリオシリーズのマリオの弟ルイジを描きたいと思います。それでは今からスタートします。よろしくお願いします。どこで描こうかな。マリオの頭を飛び越える感じでちょっと行きましょうか。こっからガラスを1、2、3、この辺でいいか。でここからまず茶色を描きます。茶色を1、2、でここから青を1、2、3、4、5、6、7、8、9と。で、茶色を1、2、3と。で、ここに上1個置いて1段下がって、逆方向からいきますね。茶色を1、2、3と置いて、ここに茶色を1個置いて、青を1、2、3、4、5、6、7で、ちょっと一段下がって、ここですね。青を1、2、3、4と置きます。で、ちょっと上上がりまして、この位置から青を1、2、3、4、5、6、7、8、9。で、茶色を1、2。一段上がって茶色を1、2。で、青を1個置いて、黄色を1個置きます。で、青色を1、2で、黄色を1個置いて、青色を2つで、ここで黄緑を1個置いて、青を1個置きます。で、ちょっと下がりますね。下がって下がるか、ここからここでな。ここから肌色を1個2個置いて、1個潰して、肌色を2つ置いて、ちょっと降りてきまして、ここに肌色を1個置いてと。で、1で上がってきて、ここから肌色を1、2で、ここが黄緑を1、2、3、4、5、6と。で、青色を1個、2個、3個、4個、5個。で、2つ離して茶色を1個置いて、1段上がります。青1個置いて、黄緑を1、2、3と。で、青を1つ置いて、黄緑を1、2、3、4、5、6、7と。で、1段上がって黄緑を1、2、3、4、5、青を1個置いて、黄緑を1、2、3と。で、青を1個置いて、黄緑を1個置きます。で、1段上がって肌色を1個、それから黄緑をその隣に1個置いて、こ
ここから肌色を打っていきます。1、2、3、4、5、6と1段上がって肌色を1個、で茶色2つで肌色を1、2、3と置いて、ここから黒を打っていきます。黒を1、2、3、4と、それから緑をここに1個置いて、1段上がって肌色を1個置いて、緑色をその隣に1個置いてと、で肌色を1、2で黒を1個置いて、肌色を1、2、3と置きます。で茶色を2つ、肌色を1個置いて、茶色を1個置いて、1で上がって茶色、肌色、茶色、肌色を1、2、3、ここで黒を1個置いて、肌色を1、2、3と、それから緑色を2つ、1段上がって緑色を1、2、2、3と、で 1個剥がして肌色を1個、黒を1個、肌色を1、2、茶色を1、2、3と、で緑色、黄緑をここから1、2、3、4、5、6、7、8、9で肌色を2つ、1段上がって肌色を3つ、で2つ離して、ここから黄緑を1、2、3、4、5と置きます。でこっちへ行って移動して、ここで肌色を1、2、3と置きます。じゃあ全体を見ていきます。これでマリオの弟ルイージの完成です。もうちょっと後ろにちょっと下がって見てみましょうか。ヨッシーに乗ったマリオを越えていくルイージ、こんな絵です。どうでしょう。もし今回の動画がよろしければ、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは今回の動画をご覧いただきありがとうございました。それでは今回の動画はこれで終わりとさせていただきます。次回の動画をお楽しみに。それでは失礼します。